はい、第19回2022年3月試験向け国家資格キャリアコンサルタント試験論述試験対策講座の選び方ということで始めさせていただきたいと思います。私レック専任講師の大森智美と申します。よろしくお願いします。はい、それではですね、まずタイトルですけども、こちら、まあ、論述対策講座といってもレックの場合は一つ論述合格講座の通信ウェブで見る通信ですね、あとは通学講座、この2本ということになります。まあ、内容は実は同じなんですね。レックのキャリコン養成講座はね、今年20周年なんですけども、資格試験合格のレックは42年間にわたり様々な資格の受験指導をしてきました。まあ、そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家試験対策講座を用意しております。ということでね、で国家資格キャリアコンサルタント試験なんですけれども、キャリアコンサルティング協議会、CC 協議会ですね、 CC はアルファベットの CC ですと、日本キャリア開発協会というのは JCDA、 J と CDA ですねの2団体が実施しておりますの で学科試験はですね、両団体とも同じ問題なんですけども、実技試験の内容が異なります。論述面接試験ですね、あと異なりますので、お申し込みの際にはご注意いただきたいと思います。まあ、キャリアコンサルティング国家資格キャリアコンサルタント試験って入れると上位の方に検査結果の上に JCDA が来たりしますのでね、ご注意ください。レックの資格試験は対策講座はキャリアコンサルティング協議会ということでね。それではですね、論述試験対策講座の講座の内容、特徴、受講料などね、ちょっと案内していこうと思います。はい、論述合格講座という名前になっておりますね。講義内容なんですけども、指導実績豊富な講師による論述試験の分析をもとに、問題の読み方、回答作成へのアプローチを独自の切り口から解説します。本講座では論述試験の回答ポイントの解説だけでなく、過去問3回分、予想問題3回の合計6回の演習を通じて、試験時間内に合格答案を作成する力を鍛えます。講義で使用した6回の添削指導付きです。講義時間ですけども、通信ウェブは6時間、通学は7時間ですね。まあ、通学、講義のこの時間の違いなんですけども、通学の場合はですね、演習時間がちょっと入ってます。あと、まあ質問とかねできますので、ちょっと1時間ぐらいちょっと長めですけども、内容は結局同じなんですね。で、添削、6回分の添削があるんですけども、やっぱり試験の前までには添削返ってきて、また練習する時間も考えて、2月15日火曜日必着となっておりますので、ご注意ください。まあ結局この添削遅れた場合、この筆着と書いてありますけども、遅れた場合は添削する先生のね、問題時間もありますのでね、遅れても提出されても全然みんな添削しますけれどもね、だけど必ずこれ守っていただければ試験前までには間に合いますと。で、ちゃんと勉強する時間取れますのでね、ここの時間守っていただければと思います。で、ウェブ配信期間は12月10日から3月6日までということですね。で、受講料なんですけども、受講料は通信ウェブ通学とも同額です。時間はね、レック受講生は1万6000円、もちろん添削指導6回付きです。通信と通学のレジュメっていうのは全く同じものです。講義内容も同じですのでね、どちらか通信でご自宅で好きな時間に見れる通信ウェブなのか、家だとなかなか勉強ができないっていう方はね、通学を選ばれる方が多いですね。なんかで、まあ、両方もちろん取っていただいてもいいと思いますけども、はい。で、次、これちょっと添削提出日の注意点なんですけども、まあ、通信のウェブ講座を受ける場合は、教材はですね、オンラインスタディ SP というところにありますので、マイページを作っていただいてね、そこでご自身でダウンロードしていく形になります。通学の時はね、配布しますけどね、現場で。通信ウェブ講座の場合は、回答用紙もダウンロードをしてご自宅で印刷していただき、過去問3回分と予想問題3回の計6回分に回答を記入して、
レックに郵送していただく形になってますのでお願いします。で、通学講座の場合は、ね、受講した方も講座内では演習時間がとっても短いです。1問、ね、ちょっとしか時間取れませんの で、ご自宅に帰ってから通学講座時に配布された回答用紙にこう記入していただいてレックに郵送してください。で、その紙に書いたやつ郵送返却っていうのがあるんですけども、通常添削自分で書いた紙があるんですけどね、その回答用紙、その回答用紙書いたやつを郵送でこちらで送ってもらって、手書きでしっかり書いてもらって送ってもらったものはオンラインスタディっていうところにレックのマイページのところにですね、スコアオンラインっていうのがまた別にありまして、そこにアップロードされてですね、先生が赤ペン先生してくれた回答用紙っていうんですか、回答を作ってくれた赤ペン先生入れてくれたやつがアップロードされて、それを皆さんが見に行くっていう形になってますので、でそれを紙でちゃんと赤ペン先生が入ったやつを郵送で返却してほしいっていうご希望の方の場合はっていうね、郵送返却オプションっていうので別途お金がかかります。こちらですね、郵送返却をご希望の場合は別途郵送返却オプション添削6回分3300円お申し込みくださいっていうね、やっぱり1個につき510円かかりますので、ちょっとその辺が550円そうですねかかりますのでね、こちらお申し込みいただければと思います。で、もちろんスコアオンラインにアップロードされているものをご自身でダウンロードすることができるので、郵送返却はあんまりねご希望されることはいらっしゃらないですけどね。あと添削課題の記入なんですけども、必ず手でね書いてくださいね。 HB 以上の鉛筆またはシャープペンシルをご使用ください。消しゴムで消すときもしっかり消してくださいね。パソコン等で入力せずに手書きで提出しましょう。パソコン等で入力して回答された答案は採点できませんのでご了承ください。ちゃんとね手書きで書くことっていうのは実際の論述試験も手書きで書きますのでね、手書きの訓練も兼ねてますから書いていただきたいと思います。あとしっかり回答用紙って、回答用紙書いていただいた後こちらの方に届いたらスキャンをして、そのスキャンしたデータが先生のところに行って、で先生はデータ上でこう赤でこう鉛筆で書くわけじゃなくて、PDF のデータにちゃんとパソコン上でこう文字入れたりとかするような形になってますのでね、前はね先生手書きでこうやって書いたんですけど、やっぱりこういろんな急いで書いてる人こう読めない、先生が早く書きすぎちゃって赤ペンが読めないとかいろいろあったんですけどね、今はパソコンできれいに先生書けるようになりましたので大丈夫だと思います。はい、あとですね、一番下なんですけども、添削締め切り日を過ぎても添削しますけれども、遅れた場合は添削データのアップするのが試験日までに間に合わない可能性がありますので、締め切りまでにご提出いただければと思います。回答用紙がレックに到着して添削データがアップされるまでの時間なんですよね。それがだいたい1週間から10日かかりますのでね、ご了承いただければと思います。はい、ということで論述合格講座の通信と、通学の説明でしたね。選び方といってもどっち選びますかみたいな形ですけどもね、通信だとそういったいろいろ手間があるんですけども、いつでも見れるっていうねことですか。通学だったら目の前で先生に質問ができるっていうような形になってます。はい、それでは次はお問い合わせ先ですね。お問い合わせ先はお申し込みの問い合わせ先はレック各本校、営業時間は各本校ホームページをご確認ください。レックコールセンター電話 0570-064-464 ということで、お時間は見ていただいてねかけていただければと思います。はい、あとですね、試験に関するお問い合わせにつきましてはキャリアコンサルティング協議会国家資格キャリアコンサルタント試験センターまでお願いします。レックの養成講座受講生の方はですね、終了後試験まで間が空いてしまうので、力を落とさないように、
さらに合格を確実にするためにレックの試験対策講座をご活用ください。でお申し込みお問い合わせはレック各本校またはレックコールセンターへご連絡くださいということですね。はい、それでは論述対策講座の選び方ということで担当大森が担当いたしました。はい、どうもお疲れ様でした。